柳いちごはイラクサ科の落葉低木である。日本では団地の海岸付近に生息する。標準和名は柳のような葉を持ち、イチゴ状の果実をつけることによる命名である。団体南部から亜熱帯にかけて分布する。日本ではどこにでもある種ではないが、関東地方以西の本州、四国、九州、沖縄に分布し、 沿岸部の湿っぽい上緑樹林や渓流沿いの緩く傾いた荒れ地、日当たりの良い道路脇、崖地などに生息する。中国では、チベット南部、江西、雲南、紀州、湖北、湖南などの標高300-2800メートルの地域に分布する。また台湾にも分布する、高さ2から3メートルになる落葉低木である。死有遺衆、稀に同種。 枝は長く伸び樹皮は強靭。葉は長さ7から20センチメートル程度の非神経、または長大円型で誤生する。表側はやや光沢があり、脈の部分がへこみしわがある。裏側には白綿毛を密生する。花は3から4月に咲き、数個の花からなる小さな球形の果樹を溶液につける。尾花は直径1.5から2ミリメートルで、 花火は4枚でお寿司部は4本。雌花の花火は4枚で合成する。果実は多肉化した花火が痩せ果を包んでいるものが集合式一ご状になる。6月頃に気代だ色に成熟し、多重質で甘く食用になる。果実は甘く食用になるが今日ではほとんど利用されない。樹皮を土曜の頃に採取し、水につけて 繊維をとって、朝の代用品としたが今日ではあまり使われない。ユーリストハット ABCD 巻の日本植物図鑑、P639、ABCDEFGH 原色日本植物、図鑑木本編2、P229 橋本、P387 ハット AB 神奈川県植物史2001、P586ABCDE 中国、植物史、第23巻、 第2分冊、ピアニッシモ、13から 14AB 中約大辞典、P762ABCD ホった、P134 伊沢、P51。ありがとうございます。